指導して、まあ、1週間ちょっと経ちました、プロの世界入ってみて、まず率直な感想ってどうですか？まあ、練習も、まあ、すごい緊張感高くて、まあ、レベル高い練習をいつもやってるので、まあ、すごく今は充実してます。何かこうユースの時とまたちょっと違うところでギャップを感じたりするところってあったりしますか？やっぱプレーのスピード感とか、まあ、球の速さとか寄せの速さとかはやっぱユースとやっぱ全然違います。こう今シーズン、まあ、プロに入って、菅島選手がテーマとして取り組みたいこと、こうそういう部分を伸ばしてこのプロの世界に行きたいと考えてみたいと思います。やっぱ点を取ることはやっぱりもっと伸ばしていかないといけないと思っているので、点に得点にこだわりたい。そのためにやっぱり強化しないといけないのがさっき言ってたようなスピードのところですよね。やっぱトラップとかもやっぱゴール前とか寄せのスピードとか全然違うので、やっぱそういうところは質高めていかないといけない。今まで経験したことない多分キャンプというものがこれから始まりますけれども、長めの、まあ、想像もつかないかもしれないけれども、まあ、そこでこういうところに取り組んでいきたいとか、そういう部分って何か起こってますかね？やっぱサッカーももちろんなんですけど、やっぱたくさんいろんな選手とコミュニケーションを取ることも大事だと思うので、そういうことも意識してやりたいと思います。